こんにちは。僕は宇佐美大輔、10歳です。お父さんは宇佐美のりやす、お母さんは宇佐美ジェーンです。4人兄弟の上から3番目です。僕が初めてカトリックの教会に行ったのは今から6年前の幼稚園の年中の時です。東京シティチャーチに来るようになったのは4年前からで、毎週行って来ています。今は毎晩賛美し、聖書を読み、神様に寝る前にお祈りをしています。ですから神様は僕が思っていると癒してくれます。毎日の罪を許してくれます。病気の時や自転車にぶつかりそうになった時、助けてくれます。たまに天国の夢を見ます。神様は僕に話してくれます。それが本当になったのです。神様が僕の中にいっぱいになって、夜泣いたこともありました。僕はもっと神様のことが知りたくて、会いたくてたまりません。ですから洗礼を受けます。これからも大きくなっても日曜日に必ず教会に行きます。これで終わります。ありがとうございました。アメン。